続いてお送りいたしますのはヴィラロボス作曲プレリュード1番です。ブラジル音楽のみならず20世紀を代表する作曲家といわれるエイトル・ヴィラロボス、その作品数は1000曲を超えるといわれ、クラシック技法にブラジル独自の音楽を取り込んだ作風で知られています。前奏曲1番はそれらの作品の中でもクラシックギターならではの独自の機能的構造を駆使した作品であり、ブラジル音楽の独特なリズムとチェロをイメージさせる低音が奏でる哀愁を帯びたメロディーが特徴的です。演奏いたしますのは佐藤拓磨です。